麦倉俊三郎11月1日から1969年7月7日は日本の陸軍軍人。最終階級は陸軍中将。栃木県出身。麦倉笹具造の4、男として生まれる。宇都宮中学校卒を経て、1912年5月陸軍主官学校を卒業。同年12月陸軍不評省委に任官し、不評第65。 連帯付けとなる。1920年11月、陸軍大学校を卒業。1921年5月、参謀本部付勤務となり、参謀本部員、第19師団参謀、陸軍兵基本省付などを経て、1927年10月、不評調査に昇進。1928年12月、不評第61連帯大隊長となり、不評。 第27連隊付、第1師団参謀、陸軍不評学校教官などを歴任し、1936年3月、不評大佐に昇進し、独立不評第11連隊長に就任した。関東軍司令部付、この絵師団参謀長を経て、1939年3月、陸軍少将に進級し、第32歩兵団長に発令され日中戦争に、 出生し、山東省西部の警備を担当した。1940年8月、独立混成大給料団長となり、第62独立不評団長を経て、1941年10月、陸軍中将に進み、翌月、第52師団長に親保され、金沢に駐屯した。1944年1月、第52師団はトラック島に派遣され、 同年8月、第31軍司令官、小畑栄良中将が戦死したことに伴い、第31軍司令官代理を兼務。1945年1月、正式の第31軍司令官となり、第52師団長事務取扱いを兼務した。トラック氏まで終戦を迎え、1946年2月に、復員。ありがとうございます。